都市対抗直前特産 TV 的注目企業潜入スペシャル。社会人日本代表投手や NPB が熱視線を送るスラッガー、そんな選手がゴロゴロいる驚異のフィジカル軍団。パワー。まもなく東京ドームで開催される第93回都市対抗野球大会、出場する全国32チームの中からピックアップして紹介していく第1弾。本日は社会人潜入企画ということで、今回は日本新薬さん、昨年はね惜しくも逃したっていうところで、今回はもう雪辱を期して2年ぶりの都市対抗ということ でしっかりと頑張っていきたいというふうに思います。そう、今回お邪魔するのは日本新薬さん。1957年に都市対抗初出場以来38回の出場回数を誇る名門企業なんですが、今年第一代表権を争ったトーナメントでまさかの1回戦敗退。その後第4代表トーナメントに挑み、最後は劇的サヨナラホームランで2年ぶりの出場を決めました。今回はそんな日本新薬さんの強化合宿にお邪魔します。最初に声をかけてくださったのは就任2年目のキャプテン大畑選手。サングラスの回面白かったです。そうっすか。サングラスつけんなよって僕は思って、はい、自分自身が、はい、生きてるみたいな感じで思ってたんですよ。上手くないのに、1枚フィルター通してるし見にくいなとか思ってたんですよ、はい、けど社会人になってつけてた方がかっこええなって結局つけ始めました。なるほど。しかも紫外線でも目やられるんで、はい、絶対つけてた方がいいんで、なんか日本ってそういうとこすごい遅れてるのかなって思った。そうですね。ありがとうございます。名人系、名人。お願いします。行け、遠い。あっしゃい。よっしゃー。ちょっといいね。よっしゃー。おっしゃー。よっしゃー。橋本86。下73、はい、大畑98。練習前に 10m 走を測り、その時のコンディションを確認しているとのことでした。91。いい雰囲気の中、続いてキャッチボール。あれですか、宮本さんモデルですか。あ、そうです。はい。やっぱ新薬に来たからには。いらっしゃって違うグローブだったら怒られそうなんで。もう徳さんとかあのスタッフの方来られてるけど、もうファミリーなんで今日。おい。もうチームメイトなんで。よっしゃ。そういう気持ちでぜ。おい。もうガンガン行こう。おい。徳さんお願いします。行きますよ。よし。やめろ。はい。ファミリー。ファミリー。ありがとうございます。1投目。徳さんとキャッチボールしていたのは新人の武田桃井選手。結構しっかりめにアップしたんで、なんか体動きそうですね、うん、やりすぎたぐらいかもしれないですけど、非常に軽いですよ。、うん、守備とかっていうのはもう大学からこう社会人入った時にこう何のギャップもなく入れましたか。
いや、結構宮本さんに教えてもらって、はい、結構180度ぐらい変わりました。真逆行ったんですか、はい。他にもユニークな選手が多かった。プロ野球が注目し続けている福永選手、大阪桐蔭時代は控えながら大学で開花した大石選手、そして社会人野球といえばこの補強選手、この日日本生命の早野選手も合流していました。よっしゃー、 よし、お前ら、おーし、俺ら日本新薬は人の生きるを応援してる。おお、俺たちは生きてる。よし、年最後逃げる。おい、このノックもしっかり意識しながら楽しんで、おい、いいノック見せたろうぜ。おい、ノック行こう。おい、毎日やってほしい。宮本慎也さんに守備を教わった者同士のノック、社会人屈指の堅守、ご覧ください。さあ、全力プレーで、宮本さん、サードは打球も速いため前に出過ぎなくてもいい、待って取っても十分間に合うとおっしゃっていました。これで間に合う。あ、改めてサードの3人見てみると、わお、日本新薬の守備は決して派手ではなくとも、うまさを感じるのはこの辺りの基礎の徹底がありそうです。
の外野はなんかルールとかあるんですか？ルールは、まあ、センターが優先で、まあ、基本センター行けるボールは全部センター取りに行く。左中間右中間ですけど。声かけのルールとかありますか？声かけはまあ OK と任せただけです。 OK って言ったら取りに行く、任せちゃったら後ろ回る。ポジションで声出すとかではないですか？あ、ないですね。 OK と任せただけ。なるほど。ライオンズ勝ちだ。おい、1投目から来い。1投目、そうそうそう、イエーイ、よしよし、おい、さあ、いいね。よっしゃ、いいね。OK。サード、シシ。ナイスカット。ハゲでナイスカット。サード。ノーバン、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 明日は近畿予選でも大活躍した屈指の投手陣に密着。変則投手から本格派の日本代表投手まで、お楽しみに。